コカナダモは、非植物門、土地鏡下に分類される、沈水植物の一種。原産地は、北アメリカで、日本には外来種として定着している。北アメリカ原産、ヨーロッパ、東アジアに移入分布する。線形の葉は、基部では耐性となり、上部では三輪性となる。5から10月に白い花を咲かせる。有種だが、日本には、株だけが定着しており。 無性生殖で繁殖する。日本では1961年における琵琶湖での生育が初めての記録である。その後、琵琶湖の鮎が日本各地へ放流された際に、カナダモも合わせて拡散したと考えられている。現在は北海道から沖縄までの全域に定着しており、同じく外来種のオ,オカナダモと共に日本の自然に溶け込んでしまっている。異常に繁茂することで、 日本の水権生態系に悪影響を与えている。また、ある程度まで成長すると、大量の流れもとなり、水面を覆い尽くし、異臭や船舶の航行障害を発生させる。こうした問題を解決するため、水草刈り取り機や人の手によって駆除が行われているが、完全な防除が実現した例は少ない。木崎湖では、大繁殖したコカナダモへの対策として、 水草を食べる創業1983年に放流した。これによってコカナダモは消滅したものの、マコモやヨシなどの他の水生植物までもが食べられてしまい、水質の悪化にまで至った。生態系被害防止外来種リストにおいて重点対策外来種に指定されている。また、日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。ABCD 滝安彦。 財団法人自然環境研究センター。決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。a b コカナダも国立環境研究所。新入生物。d b ハット a b CDEF 村上交渉。和下に泉日本生態学会。外来種ハンドブック知人所管。 2002年9月30日。ISBN4 から8052から 0706X。ありがとうございます。